小出義雄は陸上競技の元選手、桜アスリートクラブ代表取締役、マラソン中長距離選手の指導者、順天堂大学客員教授、千葉県桜市出身、大きなサングラスが特徴、小出雅子は実施、高橋健一は子千葉県立三部農業高等学校卒業後、家業の農業に従事していたが、 陸上競技への思い立ちがたく、出本。小出自身の語るところによると、電話工事のアルバイトや工事現場の作業員を、やりながら食いつなぎ、昭和高圧駅伝部で競技を続けた後に、苦学の末、22歳で、順天堂大学体育学部に入学。箱根駅伝に3年連続出場。1965年に、順天堂大学を卒業。体育科。 保健単位区下教員となり、千葉県の公立高校教員に勤務。千葉県立調整高等学校、千葉県立桜高等学校、船橋市立船橋高等学校で教鞭を取り、鈴木秀夫、中村明、河井美香、鈴木博美らを育てた。乃木武氏は桜高校時代の教え子。鈴木大地は市立船橋高校時代の教え子であり、順天堂大学の後輩。 日本の陸上競技指導者としては、早い時点で女性の長距離種目への適性を評価し、その対策を研究した。有望な選手を探す中、中学時代の増田明美に目をつけたが、わずかな差で、成田高等学校の滝田翔生に先を越され、指導の機会を逃したこともある。その後桜高校で、倉橋直美を長距離選手として育て、増田が初マラソンで、 日本最高を記録した1982年2月の光町マラソンに倉橋を出走させて、増田に次ぐ2位でゴールさせている。褒めて育てるという選手育成方法が知られている。ただし本人は褒めるだけでなく、叱る、アドバイスや注意をするといったことも組み合わせ、相手の個性に合わせて指導することが大事であるとインタビューで語っている。 監督がゴールにいてあげるべき時は、選手が勝った時ではなく、負けた時に、お前が悪いんじゃない、監督が悪いんだ。と慰めるためだ、と語っている。指導者としての最後の大会になったのは2019年3月10日の名古屋ウィメンズマラソンであるが、その会場で偶然にも自らが育成した、有森裕子、鈴木博美、高橋直子らもいたため、皆で写真を撮ったのが、 最後になったと、相手氏の有森が語っている。合法来楽な性格で、酒好き。インタビューの度に顔が赤くなっているのは酒を飲んで、いるからだとか、高橋直子が、シドニーオリンピックで、金メダルを取った時に、途中の様子を見て、これは勝てると思ったため、祝杯と称して酒を大量に飲んで、ゴール地点や祝賞会に参加できなかったと、酒にまつわる話にことかかない。 2001年には、サンクスから、小出監督のおつまみセットが発売された。夫人とは、長生高校勤務時、陸上部の生徒と部活顧問という関係であった。高橋直子と共に、マラソン選手を育成するゲームの開発に携わった。スポーツ日本に勝手に名前を使われ、サッカー、日本代表の2010年ワールドカップのトレーニングが無駄だと言ったと報道された。 しかし、関係者からそれを聞き自身のホームページでそれを否定した後、そのトレーニングが高山淳香には最適であると太鼓判を押し、スポニチの身勝手な捜索報道で岡田武志が気を悪くしていないかと心配した。没後、故郷の千葉県佐倉市が小出の功績を称えて岩名運動公園陸上競技場を小出吉岡年陸上競技場と解消することを決定し、 2020年2月15日に命名除幕式が執り行われた。桜アスリートクラブ株式会社は、小出吉尾が設立したスポーツクラブ、及びスポーツ育成団体。マラソン、中距離選手を指導する部門を、桜アスリートクラブ、ジュニア選手を指導する小出道場に分ける。現在、ユニバーサルエンターテインメント、 トヨタ自動食器所属の選手に指導育成を行う。また、女子選手育成に卓越した手腕を発揮し、以下に挙げる選手をはじめとして、多くの選手を育成した。ありがとうございます。